市民権は1941年のアメリカ合衆国のドラマ映画、オーソン・ウェルズの監督デビュー作、世界映画史上のベストワンとして高く評価されている。ウェルズは監督の他に、プロデュース、主演、共同脚本も務めた、モノクロ、119分、RKO 配給。新聞王営の生涯を、それを追う、新聞記者を、 表現回しに彼が取材した関係者の証言をもとに描き出していく。主人公のケーンがウィリアム・ランドルーフ・ハーストをモデルにしていたことから、ハーストによって上映妨害運動が展開され、第14回アカデミー賞では作品賞など9部門にノミネートされながら脚本賞のみの受賞にとどまった。しかし、パンフォーカス、長回し、 ローアングルなどの多彩な映像表現などにより、年々評価は高まり、英国映画協会が10年ごとに選出する、オールタイム、ベスト10では5回連続で、第1位に選ばれ、AFI 選出の、アメリカ映画ベスト100でも第1位にランキングされている。1989年に、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。暗く荒廃した、大邸宅、ザナド城のいくつものショット。 そしてその一部屋で、屋敷の主、かつて三十七の新聞社と二つのラジオ局を参加に、収めた、新聞王、チャールズ・フォスター・ケーンが、小さなスノードームを握りしめ、バラのつぼみという謎の言葉を残して、息を引き取った。ある会社が彼の生涯をまとめたニュース映画を、制作しようとするが、そのありきたりな内容に不満を持った、経営者ロールストーンは、編集のジェリー・トンプスンに、 バラのつぼみという言葉にはきっと深い意味がある。それを突き止め県の人物像を探るようにと命じた。トンプスンは敬遠に近かった5人の人物、2度目の妻で、元歌手のスーザン・アレクサンダー、後見人の銀行家、サッチャー、敬遠の旧友であり新聞社、インクワイラーでのパートナーでもあったバーンステインと、リーランド、ザナルジョーの出事を順に尋ねながら、敬遠の歴史を紐解いていった。 ケーンの両親は小さな下宿屋を営んでいたが、ある時宿泊費の方にとって近郊の権利書に大変な価値があることがわかり、その名義人である母親は大金持ちとなった。母親は反対する父親の声に耳をかさずケーンをニューヨークの銀行家、サッチャーの元に預け、彼に運用を任せた資産をケーンが25歳になった時にすべて相続させることを決める。 雪の中ソリで遊んでいた幼いケーンは、自身をニューヨークへ連れ去ろうとするサッチャーを持っていた。ソリで殴りながらも、結局両親から無理やり離され、ニューヨークで育った。25歳になり莫大な資産を相続したケーンは、サッチャーに育ててくれと頼んだ覚えもないと貢献人で、ありながら冷たく、彼を遠ざけ去り、友人のバーンステインとリーランドを引き連れ、買収した、新聞社、 インクアイラーの経営に乗り出す。彼が手法とするセンセーショナリズムは、友人や古株の社員に批判されるが、結果的にビジネスは成功し、廃業寸前の弱小新聞社であったインクアイラーの部数はニューヨークでトップとなる。勢いに乗るケーンは、時の大統領の名と結婚するが、妻とは、反りが合わず次第に会話もなくなっていった。 そんな折、街中で偶然であった歌詞を夢見る、天真爛漫な女性スーザンに、ケーンは心を奪われる。そしてケーンは労働者たちのために、政治家になるのだと宣言し、ニューヨーク州知事選挙に打って出る。選挙戦では、ライバル候補であり、現職知事のゲティスの悪評を責めるばかりで自身は、どのような政策かの中身がないマニフェストながら、 大衆の人気をさらい圧勝かと思われたケーンだったが、ゲティスは愛人、スーザンの存在を突き止め、知事選の前日に、ケーンと妻をスーザン宅に呼び出し、出馬を辞退しなければ、ケーンの不定を世に暴露すると脅す。ケーンは激怒しその要求を突っぱねたが、ニューヨーク中のメディアにスキャンダルを報道され、イメージが地に落ち、境界をも敵に回したケーンは、無残に敗北する。 敗北の夜、リーランドは、ケーンの労働者への愛は、一人よがりの愛だと強く批判する。妻と息子もケーンの元を去る。その後スーザンと結婚したケーンは彼女を立派な歌手に、すべく巨大なオペラハウスを建設、一流のボイストレーナーもつけたが、そうやって、一流の環境を整えるほどに、スーザンの歌手としての実力不足が浮き彫りになっていく。 彼女の初舞台は散々な出来であったが、インクワイラーは、車を挙げて、盛り上げようとした。しかしただ一人、劇評を担うリーランドは彼女を酷評する記事を書き、ケーンは彼をクビにする。スーザンはもう歌手を辞めたいと訴えるが、ケーンは自分を笑いのにする気かと一周した。そうして無理やり歌手を続けさせられたスーザンは、ある日鎮静剤を大量に服用し倒れる。 もう耐えられないと懇願するスーザンに、ケーンもとうとう歌手をやめることを承諾する。指示選とスーザンの一件でもうニューヨークにはいられないと感じたケーンは、郊外に、荘厳な大邸宅、通称、ザナデ城を建て移り住むが、ケーンと二人、他には使用人しかいない、孤独な生活にスーザンは、次第に不満を募らせる。そしてある日、ケーンと口論となったスーザンは、 あなたの行いはすべて自分のためと言い残し、行かないでくれと懇願する彼のもとを去っていった。一人残されたケーンは、彼女の部屋にあるものすべてを破壊していくが、スノードームを見つけるとそれを握りしめ呆然とした、表情で城のどこかへと消えた。そして時は、流れ、年老いたケーンは、孤独な最期を遂げる。トンプスンは最後に、ザナズ城まで取材にやってくるが結局誰も、 バラのつぼみの意味を知らず、その意味は謎のままに終わった。しかしトンプスンたちが城を去った後、ケーンの金に物を言わせて買い漁った遺品が、次々と無情に燃やされていく。その中に、かつて幼きケーンが遊んでいたソリがあった。誰も気にも留めないそのソリには、ローズバッドのロゴマークが印刷されていた。城の煙突から遺品を燃やす黒い煙が、黙々と天へ立ち上り、 屋敷を囲むフェンスにはノートレスパッシングの看板が掲げられていた。当時、マーキュリー劇団を主催していたオーソンウェルズは、1938年10月30日に放送したラジオドラマ、宇宙戦争が事実と間違えた聴取者たちがパニックに陥るという騒動を巻き起こし、一躍注目を浴びていた。RKO の社長ジョージ・シェイファーは、当時経営難に陥っていた。 映画会社を救う作として、その才能に着目した。一方、ウェルズも、五人の王、ダントンの死の舞台は続けて工業的に失敗しており、窮地に立たされていた。1939年6月にウェルズは、RKO と10万ドルの報酬と制作に関する、すべての権限を委ねるという破格の待遇で契約を結んだ。ウェルズは、監督第一作として、ジョセフ・コンラッドの、 闇の奥の映画化に取り掛かった。この作品ではほぼ全編を一人称カメラで撮影するという得意な撮影スタイルを試みようした。しかし試算された予算は RKO の想定した額の2倍以上となることが分かり、技術的な問題も解決しないことから制作中止となった。続いて、ニコラス・ブレイクのスパイ小説、担当を忍ばせ微笑む者の,の映画化を企画するが、 キャロル・ロンバートに主演を断られ、こちらも中止となった。その後、ウェルズは脚本家のハーマン・ジェマンキー・ウィッツと共に、実在の新聞を、ウィリアム・ランドルーフ・ハーストをモデルにした脚本に取り組むことになる。後に、ウェルズとマンキー・ウィッツは、自分こそがハーストを主題にすることを最初に発案したと主張し、批評家を巻き込んで、現在に至るまで論争となっている。 またウェルズは当初脚本家のクレジットを独占するよう画策したがマンキー・ウィッツはハリウッドレポーターなどの業界誌で自身の権利を主張し争い事を避けたい RKO 側の意向もあってウェルズは連名のクレジットに同意する主要キャストにはマーキュリー劇団の俳優であるジョゼフ・コットン、アグネス・ムーア・ヘッドラを起用し彼らはこれが 最初の映画出演となった。主人公のケーンは、ウェルズ本人が演じ、当時25歳でありながら、敬ンの青年時代から晩年までを演じている。また、アラン・ラッドとアーサー・オコンネルも新聞記者の役で、早く出演している。スタッフでは、撮影を、嵐が丘や、怒りの武道などを手掛けた、グレッグ・トーランドを MGM から借り受けて起用したほか、 音楽をウェルズのラジオドラマでも音楽を手掛けていたバーナード・ハーマン、編集を当時 RKO の編集技師だったロバート・ワイズが担当した。本作が高く評価される理由の一つとして以下の斬新な演出が用いられたことが挙げられる。映画の主人公ケーンは、ハーストコーポレーションの創業者であるアメリカの新聞をウィリアム・ランドルフ・ハーストをモデルにしており、 ウェルズらもそれを秘密にして撮影を進めていたが、これを知ったハーストが激怒し、RKO に圧力をかけて上映を妨害する工作を始めた。ハースト系新聞のコラムニストで、ハリウッドにも大きな影響力を持つルエラ・パーソンズは死者を見て極めて不快な電気映画と酷評し、ハースト系新聞は作品だけでなく、ウェルズ本人に対しても彼の舞台やドラマは、 共産主義的であるなどと書き立てて批判した。ハーストはハリウッドのメジャースタジオにも圧力をかけ、ハーストを恐れた MGM のルイス・ビー・メイヤーらは RKO に全経費を保証する代わりに全てのネガとプリントを焼却するように進めており、ハーストの報復を恐れて上映を拒否する映画館も続出した。 公開時から批評家から高く評価され、第7回ニューヨーク映画批評家協会賞で作品賞、第13回ナショナルボードオブデビュー賞で作品賞に輝いたが、ハーストの上映妨害工作の影響で工業的に成功せず、第14回アカデミー賞でも多くの票を失ってしまった結果、作品賞、主演男優賞などを9部門にノミネートされたものの受賞したのは、 脚本賞のみとなった。受賞式では作品名が読み上げられただけでブーイングが起こったという。ニューヨークで作品を見たジャンポール・サルトルは市民権は我々が従うべきお手本ではないと批判し一切が終わった時点から遡って見られているため映画固有の現在形の生が失われてしまっていると指摘している。ジョルジュ・サドゥルも作品を ハリウッドに人よ降ったドルの大雨で生えてきた巨大なキノコと呼び、ここにあるのは古いテクニックの百科事典と述べた。前景と後景を同時に映す撮影法は、ルミエール兄弟のラ・シオタ駅への列車の到着で実現済みであり、非現実的なセットはジョルジュ・メリエス、素早いモンタージュや二重露光は20年代の作品、天井が映るのはエリッヒ・ホンシュトロハイムのグリード、 ニュース映像の挿入はジガベルトフを思わせるものであり、ウェルズはそれらを次派にしたに過ぎないとし、このお坊ちゃん監督をもう一度小学校に戻して厳格に教育をやり直させるべきだと猛烈に批判した。一方、ヌーベルバーグの精神的父親と言われるアンドレバザンはサルトルらの主張に反論して作品を絶賛し、これがきっかけで作品も再評価されていった。 現在では映画史上最大の傑作として高く評価され映画史や批評家らによる過去の作品を対象とする映画ランキングでも常に一位または上位にランキングされている英国映画協会のサイトサウンド史が1952年から10年ごとに発表している史上最高の映画ベスト点では批評家が選ぶベスト点で1952年は13位だったものの 1962年、1972年、1982年、1992年、2002年の5回連続で1位に輝き、監督が選ぶベスト10でも1992年、2002年で1位となった。AFI アメリカ映画100年シリーズのアメリカ映画ベスト100、アメリカ映画ベスト100では両方とも1位にランクインしており、アメリカ映画の名セリフベスト100では主人公が 死の直前に言ったセリフ、バラのつぼみが17位となった。海外日本国内。ありがとうございます。